はい、モヘジです、今日の朝食は蓬莱本館の肉まんです、とあるスナックで、女性の方がですね、肉まんにです中濃ソースをかけてトロンと垂れてくるところ、中濃ソースがトロンと垂れてくるところをカプッと食べるのが好きなんだそうです。それで私も真似してやりたいな、真似してみたいなと思います。この中濃ソースかなり年季が入っております。賞味期限は半年前に切れておりますけど、気にしちゃいませんので。ではとんかつソースかけてみたいと思います。豆乳です。このぐらいでいいでしょうかね。味が濃くなりすぎちゃいますもんね。それではもうトロンと垂れちゃいましたけど、いただきます。まずはカフェオレから。カフェオレというより牛乳オレです。今日はですね、室内で栽培している、風紀蘭という植物があるのですね、40、50鉢水やりをしなければいけないので、キッチンが使えなくなるので、朝食は肉まんになりました。どうですか、美味しそうでしょう。いただいてみます。お、熱い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 。あ、これはこれでありですね。なかなかいいと思います。はい、ありです。あ、これはなかなか美味しいですね。ぜひ皆様真似してやってみてください。中濃ソースですよ。美味しいな。朝っぱらからこんな贅沢をしてよろしいのでしょうか。私が贅沢というか、何というか、食べ物に対して罪悪感を持つのはですね、自分で作らない料理を食べることに対して罪悪感を持ちます。おいしい。ほら。これは、とんかつソースじゃないです。中濃ソース。おいしいと思います。これから、中濃ソースで肉まんをいただくようにしてみたいなと思います。誰たちも。てか、こんなのかも、これは。一口が大きいの、多いので、喋るのがうまくできませんね。最後の一口です。あが。肉まんの味に、ちょっと中濃ソースの塩分が加わって、これは美味しいなと思いました。ごちそうさまでした。それでは終わりにします。じゃあね、またね、バイバイ、バイならさよなら、切るよ、ポチッとな。